どんな風に有名だったんですかもう、サッカーですよ。サッカーで、うまいと。うまいと。へあの、滋賀県出身の宮吉選手なんですが、身長170センチで体重63キロ、京都産が FC のユースで活躍して、高校1年で J リーグデビュー。これってすごいんですか、吉川さんすごいす。すごいですよね。高一ですよ。はい。高一の時、どうでした、吉川さん <laughs> 早変して先生怒られてましたよね。<laughs> <laughs> 私も早変してました。そんな時に J リーグもデビューしてるんですからね。ねえ <ー S>。すごいですよ。で、日本代表歴がアンダー13から14、15、16、17と続いてまして、これもすごい輝かしい,い。すごい。ねえ <ー S>。もう一言すごい。本当ですか昨日のゴールの瞬間は、吉川選手どうでしたいや、鳥肌立ちましたね。お兄ちゃんとして。 そうですね、付き人として、ちょっと嬉しかったですね。<laughs> あの、はい、宮吉選手はいつ、えっと、富山に来られたんですか先週の水曜日に。先週水曜日に来て、はい、でもう日曜日に試合に出て、ゴール決めちゃった。はいはあ、で、先週水曜日に来られて、もう吉川選手、付きっきりでいろいろなんか教えてもらってるんですかそうですね、僕はもう後ついて、うん、えいろいろとお世話になってます。<laughs> <laughs> いいこと言います。<laughs> ね、富山は初めてでらっしゃるんですよね。住むのは、はい、初めて。ですねえ右も左もわからないから、もう、いろんなことを教えてあげてるんですか。うすね、もう、いろんなことを教えたいですね。今から <laughs> 目が輝きましたが。<laughs> あの、宮城選手に質問も来てますので、ちょっとお答えをいただきたいんですが。<laughs> えっと、先日の県総合運動公園陸上競技場での練習を見させていただきましたと。紅白戦では、右と左とポジションを入れ替えて、どちらもこなしていました。右利きだそうですが、ポジションはどちらが得意ですかという質問、ラジオネーム富山の沢井さんからいただきました。はい。どちらが得意なんでしょうかまあ、どちらかというと右の方が少しやりやすいかな。 という感じはありますあのこれって基本的に右利きの人は右がやっぱりやりやすいんですかまあそういう人もいますけど、うん、左から中に切り込んだりして右で触れるんで、うんうん、左の方がやりやすいって人もい,いますけどねああ今なんかお互いに目を見合わせたんですけれども何かあったんですかですよねいやもうその通りです <laughs> <laughs> では続いての質問ですスパイクが独特の色使いでかっこいいですねスパイクのこだわりってありますか えっと、僕は、アディダスさんのスパイクを、うんうん、えー、履かせてもらって、常に、はい、えー、サッカーさせてもらってます。やっぱりあの、合う合わないってあるんですかそうですね、うん、ありますね。僕は結構何でもいけるタイプなんですけど。こう、でもあの、吉川選手はなんかカラフルな色がすごい似合いそうな感じはするんですけども、ね、色とか、形とか、 っていうのはやっぱり選手の皆さん、ずいぶん悩んで、これっていうのああ、まあ、ね一番目立つところなんで、ああ、やっぱりそうですか。俺は昨日は赤履いてましたけどね、<ー>情熱の赤 <laughs> そうですよね、<laughs> 目立ちますよね、<ー>あのテレビとか見てても、靴の色、スパイクの色で選手探したりしますもんね、<ー>えっと、宮内選手は何色が好きなんですか僕も明るい色が結構好きで、うんうん、はい。 明るい色の方が好きですね。そうなんですね。今履いているのは赤紫になるんですかね赤と黒の。何模様やあれ。んて言うんですかね。チェックというか。結構地味、や結構地味やんな。そんな目立ってたよね。いや、でも、派手だと思います。うそう。俺だって俺真っ赤やで。俺の方が絶対目立つで。けど試合出てなかったわ。昨日はベンチで。昨日はベンチでも盛り上がってました。 ね、応援をしていて、お兄ちゃんはいてくれたんですね。はい、うんじゃあ、今度、スパイクでまた選手をね、探してもらいたいなと思いますが、あの、京都サンが FC といいますと、あのね、富山県出身の柳澤選手も京都サンが似いたんですけれども、はい、重なってはないんですよ、ね、いや、一緒にプレーさせてもらいます <laughs> あ、一緒に、はい、あえー、ずいぶん年は離れてますよね。 そうですね、うんうん。デビューが早いからか<う>。え、京都サンガでは背番号は何番だっえっと、僕は31を最初つけていて、ええ、はい。やなさんがサンガを出られた時に、次の年から、はい、えっと、13番をつけさせてもらいました。じゃあ、13番を受け継いだという。そうですね。えー、え、けど今何してんのえ、番号っすか富山マ来た。あ 富山で三十八じゃないですか。あ、富山で三十八、はいはい、背番号。宮。あ、なるほど。<laughs> 宮良選手の宮で三十八。ね、あ、背番号って自分で好きなの選べるんですか。<ス>そういうわけじゃなくって。いや、チームの人に何番がいって、少し聞かれたんで。だから宮にしたらしいです。これは覚えやすいです。三十八番宮。<laughs> <laughs> で。 え38番覚えていただきましょう。ちなみに吉川選手は27番っていうのは、なんか、はい。 いや、ん全く何もないです。もないです。けど、もう4年間つけてるんで、ね、愛着はありますね。ああ、そうですよね。はい、さあ、次の試合なんですけれども、8月17日、今度の日曜日午後7時キックオフで、えー、っと、アウェイですね。ヤマハスタジアムでジュビロ、岩田と対戦です。え、前回はですね、1対0で、いい試合をね、フォームでしてくれたんですけれども、どうでしょう、意気込みの方、一言ずついただけないですか、まず。お兄ちゃんの吉川選手から。 えー、まあ、相手は強いですけど。はい、あ、強いですね。もっと日本代表の選手がたくさんいますもんね。宮がやってくれる選じゃあ。もうそこの、ね、そこに期待します。本当ですね。はい、宮選手、どうですか